はい、とこんばんは。夜の雰囲気で、夜の雰囲気で今日は忘年会ということでそうね、はい、の初めてのシチュエーションね。そうね、うん、そうね。そう、今日は一人じゃできないもん。8回目です。8回目になりました。はい、26日です。今日はね、居酒屋、荻窪の居酒屋、北口の方面街道、すいません、私もうすでに酔っ払ってるからこんな感じでお送りします。カッコというお店です。はい、ロバタ嬢々カッコ。ちょっとね、賑やかな中での。喋り続けなきゃいけない。そう、私たちが喋り続けることにしました。マイクが音を拾ってくれるように。はい。今日のテーマは。そう、今日のテーマ。はい。じゃじゃん。じゃじゃん。実は、私たち、匿名ブログを書いています。なんと。なんと。あきょさんと、あきょくさんも、私も、お互い知らなかったの、書いてることを。ね。私は4ヶ月。すごいですね。私まだ1ヶ月ちょっと、うんうん、でテーマ内緒ね。テーマ内緒、うん、探さないでね、探さないでね。そう、決してなんか、でも私検索されても絶対見つからないように書いてる。ああ、そうなんだ、うん、私もでももう一つも名前は出てないので、うん、あのね、うん、探さない。じゃあこの探さないでほしいブログについて我々が何を語れるかっていうさっきからね、ずっとこのブログの話をしてるんだけど全然テーマが決まらないの。でも、ね、なんか私が実はブログ初めて匿名で書いてるんだって言ったら、実は私も書いてるっていうところから、そうだそうだ、ブログを書いてることだけはお互いにね、うんうん、他の人にだってほとんど言ってないでしょ。言ってない。私もほとんど、あ、てかもうリアルな知り合いには、うん、そう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 、そう誰にも言ってないっていうか、うん、でもね、すごいの、あの私のブログのアクセス数は1日20ぐらい何にも読んでもらう努力をしてないから20ぐらいのアクセスがあるしかないんだけど、で、すごい読みたいんだけど絶対教えない。絶対教えてくれないもんね。絶対教えない。そう、なんかね、多分ね、愛子さんによが読んでるって思うと、愛子さんに向けた私になっちゃうから。そうね、うん、そうだよね、うん、でたった20人、どこの誰ともわからない20人が読んでくれてて、なんかでもそれが本当の私とも思わないんだけど、うんうんうん、今はそれがすごい気楽で楽しい。気楽だよね、うんうん、しかも、ね、さっき聞いたら、うん、朝晩に、あ、そうそうそうどうぞ、朝晩、その4ヶ月1日も欠かさず、まあ、たまに200字くらいしか書かない時もあるし、なんかポエムみたいな時もあるけど、書く時は1000字ぐらいずつ、朝晩1000字1000字2000字ぐらいを1日も欠かさず書いてる。そこがすごいですよね。書く、なんでこんなにね書きたい。でもそれが得意だからできちゃってるというか、別に何の苦労もしてないし何の努力もしてないけど、本当なんだろうな、生活の一部今は。でそれがむしろ書かないと爆発しちゃうみたいな感じだよね。そうそうそう、脳内を垂れ流してる、うん、でそこでいろんなこと書いて、うん、もう全部そこで綺麗にして、またスタートみたいな感じ。なんかそれを意図して書いてるわけじゃないんだけど、書くと結果そうなるみたいな感じ、うん、なんかよくあるノウハウ本じゃないけど、なんかやっぱり書いてリセットみたいな、そんなことを思ってやってるわけじゃないと思うけど、そうそうそう、きっとすごく科学的に正しいような気がする。そうかもね。だからそうそう、科学はね、多分そうなんだと思う。人間がこうすっきりするためとか前向きになるためにって何でもよくて、で理由は後付けっていうか、なんかね、お百度参りとかも同じだと思うけど、あ、神様にお願いしてた、神様は願いを聞いてくれたとか、筋トレとかもそうだと思うの。筋トレは体にいい、脳にもいいみたいなことを信じてる人はそれが真実だからそうなっちゃう。で私は別に何を信じてるわけじゃないけど、この4ヶ月結構前向きに生きてるよ。いいですね。何の話これでも、いやだから本当にアクセスじゃないんだよね。でもコアな祈りさんとは書いてないけど、うんうんうん、ファンが4人もいるでしょ。何書いてもいいねを押してくれるっていう、いいねに当たるものね、そのプラットフォームのを押してくれて、
この人たちはな、私の何が良くて何を知ってて、ね、本当に出会い、うん、出会い、そうね、出会いね、何かにピンときちゃったんだろうね、私は逆に、うんうんうん、祈りさんは今まで逆に、うん、はい、そうか、でも、はい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 、ずっと匿名っていうかね、人格をね、うんうんうん、そう、そう、私ね、ブログを書くのがね、4つ目っていう話をしてたのね、うんうんうん、そうそうそう、そう、その度に、なんか保育園のことを書くブログとか、本のことを書くブログ、あ、もう一個あった、そう、本のこと、自分の読書記録を書いてたブログもあったし、あと本を読むサークルの活動のブログもあったし、あと会社のブログはもちろん会社のブログで、会社人格で書くでしょ。で、初めてと、は、違うな、違うな、まあいいや、拾って、初めて祈りさんがこう、はい、多分情報オリエンテッドっていうかじゃなくて、祈りさん自身が、そうそうそう、脳内書いたいことを、うん、私の脳内をそのまま書いてる。だからなんか、うん、こう実は今まで分裂しそうに、こう、ここの自分、ここの自分、ここの自分っていうのが、うんうん、なんか、うん、実は、うん、祈りさんとしては、うん、作ってるじゃないけど、っていうとこがあって、はいはいはい、それ作ってる自分を全部こうハサミでちょきちょき切って初めて統合されたみたいな話もあって、そうそうそう、38歳ちゃんにねで、その統合された祈りさんが多分今書いてるそうそうそうだよね。でもそれをまたリアルで、私をリアルで知ってる人は誰も知らないっていうね、また私新たな人格を生み出しちゃったっていうで、私が面白いって言ったら、うん、どこが面白いかわからないけど、私は結構そう、中、なんだ、小中、小学校の同級生に見せる自分、中学校の同級生に見せる自分、まあ、高校、大学、ボランティアの自分、なんか保護者としての自分とか会社員としての自分とか、ずっと分裂してたのを、そう、ね、切って、うんうん、今楽、うん、私は多分逆で、うん、逆っていうか、そうそうそう、ずっと高橋、これはいいんだよね、そう言ってね、今までずっと実名で生きてきた、もう本当、うん、オンラインの世界にすごい長く生きてるのに、うん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 、ひたすら実名の世界を、なんだろう、そのスタートからして、うん、この人が何をやってるかっていうのを発信し続けてきたわけだよね。そうそうそう、なんかそういう世界に多分いたからなんだと思うんだけど、うん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 、だから、うん、高橋明子 が先に来る、来て、うんうんうん、なんかこうその、私が知ってるノウハウとかじゃなくて、うん、なんか自分がいて、うん、あ、いよいよ、もてもてそうそうそう、なので、うんうん、でこの間ふと突然初めて、あ、ちょっと匿名でとある分野の、うんうん、なんかことを書いてみようと思って、うんうんうん、で私は逆に初めてなんかこうランキングサイトにもとかにもと、今までだから別に読んでもらわなくて全然良かったわけ、私のやってることを知りたい人だけ読んでくれればよくて、うん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 、全然こうアクセス数がどうこうとか全く気にしてなかったんだけど、初めてランキングサイトに登録して、だけど SNS とかにも何にもぶら下げてないから、うんうん、どこまでなんかこの情報を、私という人間全く関係なく、うんうんうん、面白いとか有益だと思って見てくれればいいのかなと思って、うんうんうん、この情報にどれだけ価値があるか、高橋明子にどれだけじゃなくて、そうそう、まあ今まで、うん、そうそう、だから今までだって自分に価値があるなんてそんな思ってないから、うん、アクセス数は全然関係なかったんだけ ど、 なるほど、今回はアクセス数も見てみようと思って、だけどどこにも宣伝してないから、そのランキングサイトだけだから、全然期待はして、期待してないというか、うん、でもそしたら初めてすぐに1000とか2000とか1日でだよ、1日ね、うん、アクセスがあって、私100倍ですからねびっくりと思って、あ、なんか情報を出してって、あ、このこんなにすぐ来るんだみたいな、それはね、ちょっと楽しい発見だったかな、やっぱり今まであんまりこう、なんかアクセス数が全てだとは全然思わないけど、でもやっぱりこんなに見てくれて、うんうん、まあ面白いとか役に立つとか思うから見てくれるわけで、ふーんっていう、うん、ちょっと今までにない、うんうん、こういう使い方もあるのかな、うんうんうん、みたいな、うんうん、なるほどね、うんうん、
その人格というか人から情報を切り離した、うん、切り離して始めてみたんだけど、でもやっぱり切れないんだよね。切れない切れない、うん、そうそうそう、人間と情報はやっぱり切れない切れないね。もうだから見る人が見たら私の文章だし、うんうんうん、やってることももうすぐ分かると思うけど、うんうん、まあ、誰にも言ってないから、うん、でも知らぬ人が見てるみたいな、知らぬ人なんだけど、でもやっぱり向こう側にもこっち側にも人がいるけど、うん、向こう側にも人がいて、いるいる、コミュニティがね、そうできちゃうんだよね。できる、うん、私も4人のコミュニティ私もなんかそのとある分野のやっぱり濃厚なコミュニティが初めて1ヶ月ちょっとにして、うん、まだあの1ヶ月ちょっとだからそんなに広がってはないけど、うん、だいたい何人ぐらい、だからこう認識してるだけで何人ぐらいのコミュニティなの？10人、20人、どうなんだろう、多分もっと長くやったりとかまめにこういろんな人のブログにコメントしてる人には、うんうん、なんかこういいねに相当するものがなんか40とか50とかついてて、私のは20から30の間かな。私だでも一クラス分ぐらいいるってことだよね。私はもうくれた人のところに行って、あ、面白かったらお返しみたいな、なんかねちょっとしかしてないから、なんかね クラス単位のブログって感じなのね、私その何コミュニティね、いいねの数がね、私ね家族のブログって感じ。あー、なるほどね。 4,5 人がなんか見守ってくれてる感じなるほどね、うんうん、で私やっぱちょっと怖いっていうか、うん、あの初めて意識したのはやっぱり1000と少ない1000とか、うん、アクセスがね、そうそうそう、うんうん、2000とかだから、うん、時々やっぱりあの嘘だとは思って書いてないんだけど、うんうんうん、間違え、後からこれ間違えだったってことがあるわけ。はい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 。でもしこの情報を本当に信じて、うんうんうん、万が一どっかで事故じゃないけど、うんうん、っていうのはやっぱりやばいなっていう、うん、訂正すればいいのかとか、優先訂正、あ、訂正ね、はいはいはい、すればいいのかとか、うんうん、なんか追記で書いときゃいいのかとか、うんうん、なんかその辺の、うんうん、で匿名だから余計に責任取りようがないじゃない。だから誰も取らなくていいんだけど、え、取れなくない、で取らないんだけど、うんうん、だけどなんかこう間違えた情報本当良くないなって、今まではもう自分が出てるからなんていうの、当然良くないよね、うん、でも謝りもできるし、うんうんうん、っていうのもあったんだけど、うん、今度はもう本当情報だけが全てだから、うんうん、みたいな、うん、世界を感じたりとかなんか今までと本当全然、うん、まあかといって人格は切れないんだけどね、うん、なるほどね、うん、これがまた書籍化とかになるとさ、責任を負わなきゃいけない人が出てくるんだろうね、出版社とかさ、編集者とかさ、うん、それをやっぱり裏取る作業が必要になるっていうかさ、なるほどね、うんうん、そっかそっか、ない、うん、そっかそっか、だから匿名で無料で、もう読むのも書くのも無料だから、そうね、責任なくて、法的にはもう何の責任もないし、うんうん、まあそこまで自己責任、そうね、自己責任の世界だね、うん、もう書いた内容に責任感じるのも、うんうん、自分で勝手に感じるんだけど、うんうん、そうだねそうだね、うんうんうん、やっぱり今日一番面白いと思ったのは、うん、匿名ブログを、はい、着せずして書いてるんですけど、うんうん、なんていうの、アプローチが全然違うっていうか、真逆の方から来て、なるほどなるほど、二、うんうん、人がね、そう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 、我々ね、うんうんうん、まあでも行き着いてるとこは微妙に何かから来てるけど一緒、一緒、そう、さっきっていうか意気投合したのが実験だよねっていう、あ、そう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 、うん、そう、私も、あ、そう、私は Facebook で自分のこと書くのがすごい好きで、でも Facebook は私のことみんな知ってる人だから、例えばその私が疲れたって言えば、あ、お仕事ご苦労様とか、あ、 PTA ご苦労様とか知ってる人が読むけど、それって私を知らない人に文章でどれだけこう伝えら気持ちとか状態を伝えられるのかなみたいな実験だった。でも実験成功してる気がする。多分私のこのなんか性格が、性格とかどんな人間かっていうのはこう正しく理解してくれた人だけこう読んでくれてるっていうか、多分誤解に基づいて誤読し続けてる人って読むのが辛くなってくるから読めなくなるのかなとか、うん、やたらポジティブだもん。へー
ポジティブな匿名ブログ読みたい。でも絶対教えてくれないそうです。まあそういう意味で私も教えない、成功したっていうか、うんうんうん、こんなにアクセス来るんだみたいな、うん、ところから始まり、なんか新しい可能性だよね。だよね、うん、うちらなんかちゃんとちゃんと情報発信してた方がいいよね動画とさ文字とさ、あ、ね、こんなさ居酒屋でさグダグダしてごめんそうだよね、まあまあ、これも壮大な実験の第一歩で、そうだ ね、 ね、いやそうだよ、そうそう第8回だから、あと、はい、そうですね、まとめに入る、そろそろだからもう企画をしっかりしてさっき怒られましたちょ私が怒られた夢を見たの、マキコさんにねちゃんと企画してとか、編集私なんか編集も編集も私が全部やってんだからもう全然全然これ夢夢夢夢を見た夢じゃあ今日の格言、はい今日の格言、なんか喋り続けないとね他の音が入っちゃうからね、はい、今日の格言、今日の格言、稲妻イレブンで今日の格言、はい、何？何も決めてないよ。これ本当に本当に今、なんだ、発信は楽しい。そうだね。うん、結局そこだね。うんうん、合ってる字。合ってる合ってる。あでも私なんかこれも向き、あごめんね、向き不向きだと思うけど、うんうんうん、私は発信が楽しい。うん、楽しい、はい、です。私も楽しいです。なんかそれを発見するためにブログをちょっと匿名で始めたとかもあるかもね、うんうんうん、みたいな感じで、はい、ありがとうございます。この後も飲み続けますやっとちゃんと飲み始めますそうだね、そうだよ、あのねセーブしてた動画撮るまで私一人でグダグダ飲んじゃう、ありがとう、飲みましたということで今日もじゃあありがとうございました、はい、ありがとうございました、見てくださってありがとうございます。ちゃんと編集してね切らないよ、もうこのまま今日は行った本当恥ずかしい本当恥ずかしいとか言った。